皆さんこんにちは、荻上チキです、おすすめの本を紹介していくチキズライブラリー。今日取り上げる一冊はこちらです。辛いと言えない人がマインドフルネスとスキーマ療法をやってみた、伊藤恵美さんが書いた本ですね。これはどういった本なのかというと、心理療法のベーシックな手段の一つである認知行動療法、そのエッセンスを紹介しつつ、認知行動療法の最先端の新しい世代の取り組みであるスキーマ療法のエッセンスも紹介したという、非常に濃厚な一冊になっています。濃厚なんですけれども、とても分かりやすい一冊、伊藤恵美さんというカウンセラーの方のところに患者さんがやってきて、その患者さんとどんなやり取りを重ねていくことによって回復に向かっていくのか、物語のようにスラスラ読めるんですけれども、内容が科学的根拠にしっかりと裏付けされているので、自分ごととしてどのように治療に取り組めばいいのかというものがスッと入ってきやすい一冊になっています。まずマインドフルネスという言葉、非常に流行っていたりするんですけれども、認知行動療法の上では自分に降りかかるストレスを一つ一つ丁寧に味わう、一つ一つ丁寧に言語化していく、そうしたプロセスになるんですね。いろいろな刺激、私たちの日常の中ではたくさんあります。その刺激の中で特にストレスになっているものたくさんあります。ただそのストレスになかなか人は気づきにくいところがあるんですね。物理的な攻撃だったら、あそこで何々を踏んだということが気づきやすいんですけれども、精神的な痛みですと、なんか今日疲れてるな、いっぱい働いたけども、どれが自分のストレスだったのか、それが分かりづらい状況というのがあるんですね。そうした中でマインドフルネス、その都度その都度の刺激に対して敏感に記録をしていくということを続けると、例えばあの時に上司から言われたこの言葉というのが過去の自分のトラウマを刺激してとても嫌だったんだな、というふうに言語化していくことができたり、あるいは普段だったらこの時間は誰々と連絡を取って LINE をすることなどによってストレスを緩和しているんだな、だけど今日はそれができなかったからストレスが緩和されずにイライラが募ってしまったんだな、そうしたことを発見していくための方法というのがマインドフルネスなんですね。そしてスキーマ療法というのは認知行動療法の新世代の手法です。認知行動療法は人々のストレスに対する認知と、それを受けた時の行動、この両面にアプローチをする方法ですけれども、スキーマ療法はそのうち認知の面をより掘り下げるということになります。例えば人にイライラをしてどうしても何かに当たってしまうという人、あるいは人を信じることができなくて人に心を開かない、あるいは自分が何か褒められたら、いやいや自分がそんな褒められるはずなんない、そのように否定してしまう、そうしたようなその考えを持っている方たくさんいると思うんですね。そういった方々はある情報を得たとしても、その認知が特定の方向に歪める癖というものが出てしまう。その認知を歪める癖がスキーマです。スキーマというのは型という意味ですけれども、特定の方向に認知を型にはめてしまうということがスキーマの一つの問題点になるんですね。そのスキーマを改善するのがスキーマ療法。どうやるのか、例えばその人の不信感というのは、子供自体にいろんな大人たちから否定的な言葉をかけられたり虐待された結果なのかもしれない。その子供にとっては、実は人を信じないというのはサバイバル、生きていく上でとても大事なことだったんですね。人を信じると裏切られて痛い目に遭うから、信じないで生きていこう、これは10代の頃には必要だったのかもしれない。でも大人になって健全な人間関係を築く上では、そのかつて自分を守っていたスキーマがむしろ自分の妨げになってしまっているということが起こり得る。そのことを自覚するために、カウンセラーと一緒にその人のスキーマというものが一体何なのか、なぜ作られたのか、それをしっかりと掘り下げていって、納得をして、そして新しいスキーマを作り上げていく、そうしたような試みをすることによって認知の癖というものを変えていくというような、そういった画期的な療法なんですね。こういった本を読むだけでも、いろいろな認知のあり方について知ることもできますし、またさまざまなセラピーが自分に必要なのではないかということを自覚することもできます。こうしたいろんな根拠に基づいて書かれた本、読み取っていくことによって皆さんの人生を解消する、そんなヒントになるかもしれません。ぜひとも読んでみてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。またこのチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援、ご協力、よろしくお願いいたします。